西ドイツ国鉄 V160 系ディーゼル機関車は、西ドイツ国鉄が1960年より投入を開始した液体式ディーゼル機関車である。1968年の称号変更後、216型とされた。派生形式が多数存在し、210系、215系、217型、218系、219型がある。 本校ではこれらについても述べるが、各項目も参照されたい。第二次世界大戦後、西ドイツでは V200 型を1953年より製造していた。V200 型は出力 1000PS1350PS のエンジンを2機搭載する液体式ディーゼル機関車だが、エンジンと変速機を2組搭載しているために、星コストが高くついた。 その解決策として、大出力の 1900PS エンジンを1機搭載した機関車が本形式である。幹線、赤幹線向けとされた。旅客、貨物列車兼用で使用され、旅客列車での最高速度は時速 120km。貨物列車では低速弾を使い、最高速度時速 80km とされた。旅客列車の暖房用に、 蒸気発生装置が搭載された。本形式を様々にアレンジした派生形式も製造され、800両を超える v 1 6 0系ファミリーを形成した。メインエンジンのほか、補給駆動のためのサブエンジンがあった。このエンジンで駆動されるコンプレッサーのほか、電動コンプレッサーも装備していた。開発は1956年より、クルップにより行われた。 1960年、1800PS のエンジンを1機、搭載したプロトタイプが重量製造された。V16006 を除きマイバッハの V 型16、気筒エンジン、MD16V538TB 重型を搭載している。プロトタイプ重量のうち、最後まで稼働していた V16003 は、DB が所有権を保持したままリューベックの愛好家の、 団体により保存されている。量産者は1963年から1969年にかけて214両がクルップ、KHD、ヘンシェル、クラウスマッファイ、モックで製造された。メガバイト 16V652 テラバイト10型エンジンを搭載している。156号機からは新しい称号である216型として落成している。 2003年216型は前期運用から外された。217-021-216系の両角列車用暖房装置を電気暖房とし、最高速度を時速 140km に引き上げたものが V162 系である。メインエンジンから暖房用発電機を駆動すると原引力の低下を招くため補助エンジンを搭載した。 V200 系同様にエンジンを2機積むこととなったため、不経済とされた。1965年に3両が試作され、1968年から12両が量産された。1968年の称号変更後は217型とされた。1966年に V162 系の補助エンジンをガスタービンエンジンとした仕様で1両が製造された。 1968年の称号変更後は219型とされた。東西ドイツ統一後、旧東ドイツ国鉄の119型が新たに219型を付番されている。225系 V160 系の最高速度を時速 140km に引き上げたものが215型で1968年から製造された。貨物列車は同 100km。 その他の諸元の変化はほとんどないが、全長が 400mm 長くなり、218型と同様になった。215型は150両が製作され、ドイツ鉄道に統合後は DB カーゴにて使用された。現在は225型として存在する。2 1 8 1 3 9 v 1 6 0ファミリーの完成形。1968年の試作当初は、 V164 型とされた。営業に投入された時には、称号変更を経て218系であった。この形式は、215型より、強力な 2500PS ディーゼルエンジンを搭載した、機関車として1968年1 2両が、試作された。電気暖房用発電機も、メインエンジンから駆動された。 量産車は1971年から1979年の間に398両製作された。エンジンは後に 2800PS のものに増強された。1975年には、横転事故から修復された215、112が218、399に編入された。218型は必要とあれば、1連、ミエ連も可能で、最高速度は、 時速 140km 油圧式のブレーキを備える。インターシティから重量高速貨物列車まであらゆる用途に使用された。2000年まで徴用されたが全時運用離脱が進み2004年時点で半減した。2 1 8 8系2 1 8 9型は後日210型から改造されたものである。210型は218型に ブースターとしてのガスタービンエンジンを搭載し、最高速度を時速 160km としたものである。当時、非電化だったミュンヘン、リンダウ間で冷暖房を完備した客車による特急列車を牽引するべく、最高速度の引き上げと冷房電源の確保のため、従来の機関車よりも出力を1.5倍に強化した機関車が要求されたものである。ガスタービンエンジンのみでないのは、 ガスタービンエンジンの燃費の悪さを考慮したためである。液体変速機は、ディーゼルエンジンからの推進軸と、ガスタービンエンジンからの推進軸双方を別個に入力する。ディーゼルエンジンは218型と、同じく MA12V956TB10K。ガスタービンエンジンは、アブコライコミングの 53L13K。1970年に8両の使用が開始された。 当初は機体通りの性能を発揮したが、1978年の大晦日には210.008のタービンバネが破損して火災を生じたため、すべてがスタービンを取り外し、218.9型へと改版された。210.4型は218型を時速 160km を出せるように改造し、210型に編入したものである。 1996年9月、DB は120軽機関車とインターシティを使用して、ミュンヘンベルリンハンブルクのノンストップ列車の運転を開始したが、農園ベルリン間の一部は、非電化区間のため、2両のディーゼル機で牽引することとした。そのために、状態の良い218型が選定され、218-430から434。 456から462の12両が、それぞれ2 1四430から434、456から462とされた。基盤は改造前と同じである。その後、農園ベルリンの間の非電化区間は電化され、1998年末までに、原型に復帰改造され、番号も急に復された。216系。 217型のほとんどはすでに、ドイツ鉄道では使用されていないが、一部が再整備、されて、私鉄で使用されている。215系、218型についてはまだ置き換えの、予定はない。しかしながら、乗客が増加しているため、列車の形態を、機関車牽引列車から、動力分散型列車に変更されつつあり、218型が牽引する。 旅客列車は減りつつある。貨物列車については、旧東ドイツ国鉄の232型が未だに多くの列車を牽引している。いくつかの218型は218.8型と改版され、同じく貨物資業に当たっている。ありがとうございます。